ちょっと入ってみたいと思います。買ってみよう。カズチーとこれももらえるんだって。AQB って書いてある。じゃん、来ましたよ。エビタコ。ポロロン。出た。ポロロン。駐車スペースにちょっと傾斜がついているんで。おはようございます。道の駅留萌です。天気はこんな感じ。冷たい風が吹いて少々肌寒いです。今日は初山別のキャンプ場に向かおうかと思います。溜まった仕事をキャンプ場でゆっくりやっつけたいと思っております。よし。おー、長いよね、左に流れてくな。やっぱり風がちょうど右から左に流れてるからうまいじゃん。おお、取ってうわうわっておおいい感じに飛んでくね。あ、そっち向きはダメだ。流れた。オッケー。オッケー。テラ上手。ピコの第2ラウンド。思い切り忘れな。いけるかな。あー、おー、ナイス。ピーコグー。てな、何してんの。ご飯タイム。お、ピコちゃん、すごいよだれだけど。てら。よし。ピーコ。よし。落ち着いた、ピコ。てらも。落ち着いたね。はい、ここ井原水産株式会社。去年モニバズフレンズさんがなんとかチーっていうのが美味しいのがたくさん売ってるよって言って聞いてたんだけど、今日は買いに来ました。何？カズチ？ホタチ？エビチ？ちょっと入ってみたいと思います。では、行ってきます。あ、井原水産さんです。味付き数の子入り海鮮せんべい。これはチーズ入ってないの。買ってみよう。カズベイ味付けタコポタチ買ってみます。これをお土産にしたいと思います。行ってきました。モンベルの会員だとなんか粗品がもらえるって言って、これ何それ。カズチーとそのカズチーが作ってるプレッツェル。あらま。で来た人にはこのイクラ、これももらえるんだって。すごいよ。で買ってきたのはこれはね、チーズ入ってなさそうなんだって。おせんべいみたいな。でこれがその言ってたチー、これは訳あり品だけどホタチー、これ私が食べるやつね。で、あとこれ冷凍で一口の梅酢だこと、この味付けたこ。これを買ってきました。あとお土産もね、9月にね、届くように頼んできた。たくさんもらってきた。以上です。お世話になりました。ということで、とりあえずは洗濯と、仕事の日。まずコインランドリーに立ち寄って、そしてキャンプ場に向かいたいと思います。開運だるま通り、あそこだ、右側。ここですね、うん、頭から。ここだね、頭から行っときますか、うん、寝れるよ消臭加工っていうのをしてみようかな。新放送1時間休憩だね。終わりました。500円玉がハイランクで落ちるって言って見たら、500円玉が新しい効果やって100円玉で入れた方がいいよって言って。そのぎこちなさがね、いや普段やってないのよくわかるわ。ぎこちないところ買ったよ。私が全部畳みました。そうか言うなんて。洗濯終わりました。じゃあ駅前をちょっとくるっと回っていきます。もう廃線になったのかな。うん。ほら、駅がなくなって、ここぐるっと回るわ。うん。ほら、なんかあらら寂しいね。寂しいね。やっぱ定休日だ。今日はやっぱ定休日か。うん。残念。見て。定休日って書いてある。ね、残念です。はい。はい、仕方がありません。うん、海岸線の旅になってきたよ。はい、日本海だよ。ほら大変そう。風強いし、日本一周って書いてある。空も青いし、海も青い。まっすぐだよ。オロロンライン。トママイに入ったよ。すごいぐる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 回ってる。ここトママイベアみんなあそこでよく写真撮ってんじゃん。うん。羽幌町に入ったよ。スタンドのところに看板があってさ、日本海エビタコ街道って書いてある。それエビタコ街道とも言うんだ。甘エビファクトリー。甘エビファクトリーやってきました。エビ好きの私としては外せません。むかないエビ丼。いらっしゃいませ。エビセットで。エビタコセットで。はい。エビセットにしましたよ。これがっつりいっときます。ママさんはこっち。エビタコセットです。じゃん、来ましたよ。エビタコ。こっちがエビタコで。こっちがエビ。エビだらけじゃん。では、いただきます。で、なんか。エビが入ってる、エビが。うん。ああ、すげえ出汁出る。じゃじゃん。甘エビ丼。そう、効果音はいらんって。美味しい。甘エビ。よかったね。がっつりいきますよ、この人。ジャンヌメスペシャル食べてさ、うん、であそこの牛乳飲んでさ、お腹痛いとか言って、で今日またこれ。健康な証拠や。うん。これだけ。うん。美味しい。うん。粒フライ。フライだよ。はい。うん、おし、マタラフライ。これはね、タラです。タラ。うん。おいしいね。タラも向かったね。うん。ソフトクリームのデザート付き。おいしい。ごちそうさまでした。ここは。エビタコ街道ということで、甘エビとタコ食べてきました。ダブルやダブルというわけでキャンプ場やな、うん、初山別のキャンプ場に向かいます。はい、レッツゴー。うっしゃ、今日はどこもかしこもくる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 回ってんね前、前方右側にオロロン町が。オロロン毎度おなじみオロロン出た出たオロロン。いつもここの前でそうやって行くじゃんここかな。おいしい。1年ぶり、うん、結構車いるよ。どうでしょうキャンプ場。あれ、こんな下行くんやったっけ。うん、そこ空いてるか。でも一応こっち側は空いてる。結構混んでおります。駐車スペースにちょっと傾斜がついているんで、なかなか車中泊するのには向いていないところもあるのですが、今日はここを車中泊地とする。はい、散歩に来ましたよ。上に灯台行くよ。橋渡ってテラあそこにテラの嫌いな鐘リコしか映らん。こういう感じのキャンプ場だね。そしてキャンプ場の横にお風呂ね。あそこお風呂。今日はね、海風があって涼しい。うわ、ラベンダーだ。江崎の湯にやってまいりました。日帰り入浴の休憩所から晴れた日には利尻富士が望めます。はい、お風呂行ってきました。500円だったね。いい風。さあ戻るよ、テラたちのところに。よしよし。もう落としてる。リコが舐めた。めちゃくちゃ怒られてもこいつは全然答えん。いいか。テラおやすみ。リコ特等席だね。一番冷房が当たるところじゃ。はい、おやすみ。Yeah, we found